どうして君が泣くの、どうして、あ、君が泣くの。なるほどなるほど。どうもブリッジです。今回はですね、うまいシンガーが必ずしてることというのをご紹介したいと思うんですけれども、はいはいはい、なんかこう歌ってて、うん、俺なんかプロの方と違うんだよなっていうことってよくあるじゃないですか、うんうん、でそれってまあいろんな要素があるとは思うんですけど、はいはい、その中でも大きい要素っていうのをちょっと今日ご紹介したくて。なるほど。歌がちょっと苦手だなとかっていう方と、うん、歌が上手い方って違いってどこで分かっちゃうんですか。ぶっちゃけ歌い出しの部分で結構上がってしまいます。歌い出し、出だしですか。歌だと、うん、その例えば A メロ、B メロ、サビ、はいはいはい、その A メロの歌い方で、うん、あ、この人ちょっとシンガーとしてって思っちゃうか、あ、結構この人歌えるかもっていうのは分かってしまう。なるほど。意外とサビじゃないんですね、うん、歌の重要なとこって。じゃあそう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 、結構もしかしたら、うん、A メロはサビに向かうためにこう流して歌っちゃう方って多いかもしれないんですけど、そうそうそう、ちょっとシンガーとして物足りない人たちって少し意識が発声的に難しいところだけにいっちゃってる、うん、要はサビとかだけにいっちゃってて、高音域とかね、はいはい、うん、意外とその A メロのところの歌い方って重要なんですよ、うん、なるほど。ちょっと今回はひまわりの約束、はい、あれをちょっと例にしてちょっと解説していければと思うんですけども、じゃあ僕がその A メロのいろんな歌い方のパターンっていうのをやってみるので聞いてみてください。はい、どうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに。まずこれ聞いて思うのはピッチ合ってますよね。普通に音程はちゃんと取ってるんですよ。そこの面に関しては良かったと思うんですけど、うん、これどうだった、なんかあの軽すぎるとか重すぎるとか。軽すぎるとか重すぎるもないっすよね。ちょうどいい感じの声で歌ってたと思うんですよ。でもなんか退屈には聞こえますよね、うん、っていう感じだったんですけど、いいね。じゃあ次行こうか。はい、どうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに。もちろん音程は合ってますよ。あ、まあでも発声的なこと言うと、まあ、かなり強くはなってましたよね。確かにさっきよりボリューム大きくなってたんですけど、うん、なんかずっと同じボリュームだからやっぱまだ退屈さはなんか拭いきれてないんですよ。ああ、そっか。だからなんかこう、うん、もっとボリュームの違いみたいなの欲しいかなとは思いますけど。 OKOK、okay, okay. はい、じゃあこうしようか。どうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに。いや、そういうことじゃねえんだよ。いや、確かにクソ真面目にやってくれましたけど、すげえ抑揚ついてる。いや、めっちゃ抑揚はついてましたよ。よくやついてましたけど、でもうまくは聞こえなかったっすよね、残念ながら。なんか、うん、ね、もうなんでだろうってなりますよね、本当に。じゃあちょっとこうやってみましょうか。はい、どうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに。わー、これなら聞ける。聞けるっていうかめっちゃうまいっすよ。これだったらカラオケ行って、うん、友達が電ボずっと見ちゃうみたいなことないっすわ。なるほど。で今ってすごい上手に聞こえたんですよ、4つ目のやつって。全然違うっす。はい、あれってアルさん何意識したんですか、その3つと何が違うんですか。これはね、うん、大きく違うのは、うん、前半の3つは、うん、この曲の中でどういう風に歌うと合うかっていうのを、うん、ちゃんと考えてないですよ。あ、前の3つは。そう、なるほど。で最後のはこの曲全体通して、うん、僕はこの A メロの中でどういう風に歌うとハマるかなっていうのを考えて歌ってる。あ、ってことはもちろん A メロの歌詞もそうですけど、うん、曲全体の B メロやサビの流れも全部見て歌ってるってことですね。それはそうそうそう、それも感覚的に感じながら歌ってるので、うんうん、はいはい、ただ具体的にはこの曲って、うんうん、1番 A メロ B メロサビでサビが一番盛り上がるじゃないですか、はいはいはい、で A メロは結構おとなしめですよね、うん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 、で歌詞の内容的にも、うん、A メロの部分って、うん、ちょっと自分の中の少し不満に感じてることを語りかけるところから始まる、うん、そうですね。それをちょっと表現するような気持ちで歌う、だからボリュームだけでどうにかなる問題じゃないってことですね。そう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 、あ、そうなんですよ。
だからそういう自分の中でこう歌うとこの曲に合うなっていうのありきでボリュームの上下だったりとか、間違いなくまずじゃあちゃんと歌の歌詞を理解してなきゃダメですね。それはもう大前提ですね。そうなんですね。まあ J-POP ってでも結構歌詞の内容とメロディーすごいマッチしてるから、はい、そうなんです、そうなんです。実はそうですね、普通に歌ってれば結構勝手に抑揚ついてくれる曲が多いんですよね、 J-POP ってね、うんうん、そういう表現するための練習方法みたいなのってなんか例えばあったりします？曲のその歌詞の部分を読んでみる。さっきの僕があんまり上手くないパターンとして歌ったやつの感じで歌詞を読むとすると、うん、どうして君が泣くの？あ、なるほどな、ロボットみたいですね。確かに、うん、感情が確かにないですわ。これをちょっと感情を乗せる感じ、はい、どうして君が泣くの？なんかちょっとこう読み聞かせするようなイメージですかね、誰かに。確かに最初のロボットみたいにこう読んでも伝わらないですよね、話の面白さとかね。そうそう、でも今のこう感情込めてこう読んでもらえると感情移入しやすいっていうか、うん、あ、この話聞きたいなってなりますもん、やっぱり。そういうのが大事ってことですね、うん、ただその感情込めて歌詞を読むとこからメロディーにつなげるわけですね、うんうん、どうして君が泣くの、どうして、あ、君が泣くの。なるほどなるほど。じゃあそれがちゃんと理解できましたと。じゃあどうやったら今のハルさんみたいにああいう声の出し方ができるんだっていうことになってくると思うんです、今度は。なるほどね。ってなると、うん、ボイストレーニングの要素っていうのは出てきます、ね、ここで入ってくるわけですね、うん、例えば、うん、どうしての出だしのところ、うん、どうしてって歌いたいとしたら、この頭のところって、ああ、やってることあります。実は発声的にやってることがあります。でもそれがどうやってるかは分からない方多いと思います、うん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 、じゃあその今のどうっていうのを入れる方法が発声的に解決できるということですね。じゃあそれはそうそう、テクニック的にはできるんですよ。ああ、それまたいいこと聞きましたよ。じゃあ皆さん、今回の動画を参考にしていただいて次のステップに進んでいきましょう。今回の動画が面白かったという方はですね、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回楽しみにしていてください。ブリッジでした。